今、80代から90代ぐらいの人でドライバーの飛距離が230以上は飛びますよっていう男性の人で、うん、何買っていいか分かんねえって人がこれ買ったらもう 100% 合います、うん、ナイス、うん、MOI が上がりまくっててよりストレートにもう限りなく近い弾道が打てる世の中になってきてるんですよ。でこの後、まなぶさんに言っていただくまなぶさんの理想。やばいっすね、あんまり落とします。いや、めちゃくちゃいいな。うわー、マジか。さあ、どうしましょう。あ、もういいですか。どうぞ。はい、これにしましょう。じゃあ行きますね。まず行きましょう。1本目、こちらのアイアンになります。こんな綺麗な明るいかな、大丈夫かな。これピンの I230 というモデル、男性のプロゴルファーも使ってますし、はい、女性のプロゴルファーも結構使ってる。ちょっとお前邪魔すんなよ。ザ・オーソドックスなアイアンです。 I230 って BMW320i みたいな、ね、あ、ちょっともうじゃ あのゴルファームの人で見ましょう。はい、あ、どうぞ。 I230 ってどういうアイアンか、ちょっと説明していただいて。230の、はい、まあ、あのバックスピンも入りやすくて、はい、すごく操作性のいいアイアンっていう、はい、ね、イメージ、まあ、めっちゃ普通のアイアンです。普通の、まあいい意味で色がないですよね。あ、そうですね。じゃあ悩んだらこれぐらい。あ、そうです、そうです。もう正直今、80代から90代ぐらいの人でドライバーの飛距離が230以上は飛びますよっていう男性の人で、うん、何買っていいか分かんねえって人がこれ買ったら 100% 合います。100% 合います、はい、間違いないです。プリウスです。完全にプリウスです。マウンさんプリウス持ってますもん。あ、もうじゃあ最高じゃないですか。ピンっていうブランドさんは基本的に優しいに全振りをしてるんですが、はい、その優しいに全振りをしてる中ではプリウスにしては随分スポーティーな見た目だから、今の一番新しいプリウスに相当近いなるほどモデルから、ちょっとマニアックだけど GR のプリウスだね。あ、そんな感じです。そんな感じです。そうそうそう、顔緑になっちゃう。今日はフェアウェイに徹しようかと。そうですね、 GR のプリウスってないですよね。そう、そんな感じです。なんで結構いい感じだと思うので、ぜひちょっと打ってみてください。たったみ、すごい緊張するんだよ。マンさん、はい、やっぱね、シダあるあるですね。ダンスがもうドライバーぐらい広くなってもうクラブももう長い長い。じゃあちょっと一回、はい、ちゃんと打てるのかっていうところですよ。ダンス大丈夫、シダあるあるです。多分 65% ぐらいの人が一発目はトップなんで、向こう見るんで、ラフリーよりトップの方が多いと思います。はい、ですね。私ほら、もう今ので若干の右にスライスしてますけど、はい、打ち出しがもう右ですよね。打ち出しが右なのにタイムスピン自体は実はそんなにかかってないんです。1000回転いってないんですよ。990回転なんですね。で、これが一般的な飛び系のアイアンとか、まあ、ちょっと一昔前のアイアンとかだと1500回転以上は出ちゃうので、風に曲げてギューって曲がっちゃうっていう。このアイアンのいいところが、もちろん曲げれないわけじゃないんですけど、パーンって打ち出した方向に割とほぼストレートで飛んでってくれるっていう、一般的な超フルキャビティの超優しいアイアンの精度を持ったシャープなアイアンなんです。本来はヘッドがドカーンとでかくて、ゼクシオさんとかリミックスさんみたいな大きいちょっとボテッとしたヘッドになりがちなんですけど、その性能をこのスタイリッシュな見た目の中にギュッと閉じ込めてあるんですよ。これが I230。 ちょっとプリウスではないね。プリウスではないね、うん、はい、だんだんスタンスが広くなってきてるんで、ダブりやすくなってるんで気をつけてください。スタンスちょっと狭めにしてみてくださいね。
で、アドレスがね、綺麗に当てたすぎて、右足はめくれてないわ、猫背だわ、膝が曲がってしゃがんでるわ、いいですか、ちょっと貸してください、構えだけ見てくださいね。今綺麗に当てたすぎて、こういうアドレスになってます、いいですか、はい、はい、こうです、で、こうです、こうです。これが一人でシダ来てるとこうならないんですよ、もうぐっちゃぐちゃになっていくんです。いやこれ一人だったら絶対にもう分かんないよ、この時点で。ナイス。サイドスピンとかスピンっていうのは基本、はい、もう入ればそれだけ風に弱くなる、はい、もちろんですね、あのフォローの場合はサイドスピンかかっていても、まあ、こうやって曲がっていくんです、後ろから押されるわけですから、うん、それ曲がりきらない。ただこう曲がっていくのに奥からの風が来ていればそれより曲がっていくんですよ、でシンプルな話です。でそれを計算してより曲げて狙うタイプの人もいれば、できる限り曲げないタイプの人といるんですが、正直今の時代ね、曲げるっていう選択肢はもうだいぶなくなってきてるんですよ。それで言った時に、シダした時にサイドスピンが少ないクラブを選ぶべきです。その特別なこだわりがなければもう基本的にはサイドスピン少ない方がいいです。プロは結構曲げるんだよっていうのは本当に申し訳ないんですけど、つい本当に一昔前までの話で、今のねツアー見に行った人たちはみんな言うんですよ、プロの球ってまっすぐだねって言うんです。でジャック・ニクラウスの言葉で、私でもねまだまっすぐは打てないっていう格言が残ってます。それはもう世界のトップオブトップが、俺がまっすぐ打てねえんだから、まっすぐ打ちたいなんて寝言言ってんじゃねえよ彼は言ってるんですが、それがね今の時代ね、もう MOI が上がりまくってて、よりストレートにもう限りなく近い弾道が打てる世の中になってきてるんですよ。なんでサイドスピンが多い方が、曲げた方が狙いやすい。もちろんまっすぐ狙ったら右にも左にも曲がります。右にも左にも曲がるってことは、まっすぐ狙った時に10ヤード10ヤード曲がればもう幅20ヤードの幅のフェアウェイにしか置けないんですよね。けどそれがどっちか片方にだけだったら20ヤード曲げれるよっていうのが元々の考え方です。で昔のプロゴルファーの試合っていうのは、それこそ田中秀道さんとかがもう画面のね中から1回ボールが出るんです、バーンって右に、うん、シャンクかなと思ったらボールがギヨンって横から返ってきてグリーンにドーンって乗っていくぐらい曲げる選手がたくさんいたんですけど、それが今の時代はもう随分減りました。もちろんタイガーとかがあって曲げてパーンってやるじゃないですか、あの映像いつですかって話です。もう今じゃないんですよ、今でもきっと打てます、打てますけど、曲げない球を打てるようになったんで、クラブ自体がすごいスピードも出るし安定もするんだけど、そもそも曲がらないっていう優しい。で今私止めたのが、はい、今また打とうとしてましたよね、はい、そこそこのもうやつは見れてるんですよ。なるほど、完璧なナイスショット打てるまで打たなくていいんですついそういう風になりますよね。じゃあアイアンがね6、7、8、9、P で5本ありましたと、じゃあこれ18ホール何回使うかと、全ホール使えますよ、全ホール使うんですけど、7番アイアンを使う回数がその5分の1しかないわけですから、じゃあラウンド中に何回打つのっていう話で、ね、正直ね100叩く人でも10回も使わないんですよ。運良くか悪くか分かんないですけど、今日は7番アイアンばっかりだったって日もありますし、じゃあそんな日考えてください。その日8番アイアン触った方、今日お前触れなかったなみたいな感じになるんで、たくさん打つのはしない時にね、あまりいいとは言えないです。4球5球打って性能が出なければクラブか腕が悪いと思ってください。いい、それいいね。4、5球って合わなければ、いますよね、小1時間ぐらい打つ人。まず間違いなく決まらないで帰りますよね。多いですよね、はい、私もよく見てて思うんですよ。この間あのゴルフショップでいたんで。でも実際コースになってる時ってさ、傾斜もあるしさ、はい、状況いろいろあるしさ、 それで今みたいな感じで若干緊張してようがさ、ある程度打てるクラブじゃないとダメって話で。 そうだね、その通りです。コースだとプレッシャーかからないところもありますけど、かかるホールもあるから、うん、絶対に、うんうん、かかる瞬間、急にですよ、ラウンド中にさ、パッて構えてから、隣のコースからこう OB の人が来て、すいません、あれ、川口さんじゃないですか、YouTube 見てますよ、どうぞ打ってください、打ってください、動画撮ってもいいですか、超レアケースだね、困りますよね、それで割と多いです。で、I230 こんなもんにしていただいて、これちなみにシャフトはモーダス3の105っていう、マナブさんならちょうどいいぐらいのシャフトです。スチールにしては若干軽量、ただまあカーボンとかよりはしっかり重ためっていう。これいきますね、映ってるかな、
G430 ってこれもピンのタイヤなんですけど、同じピンのさっきの I230 は性能を隠してるんですよ。キュッと小さいヘッドの中にキュッと隠して見せないようにしてる。これは割と見せてきてるタイプです。ただ見せてきてるタイプってダサいのが多いんですよね、デザインが。ただ今回の G430、 G425 あたりからピンはだいぶ頑張ってらっしゃってて、キャビティが結構スポーティーになってるんですよ。全面に優しさを出してる。さっきのよりさらに優しい、さっきのより きれいに打ちやすいはず。シャフトはその分若干だけ難しいプロジェクト X を入れてます。プレッシャーかかってきたな。大丈夫です。プレッシャーをかかりながらもゴルフやるじゃないですか。もうなんか偉そうなんだよな。もうだってクラブ決まってますもんね。決まってます、出来上がってますから。だからさん、だからいつものカットゴルフみたいなもんですよ。ちょっと否定してよ。否定しなさい。これ今そこまであれなんだよ、頭回ってないんだよ。言っとくけどもうこっちに精一杯だから、静かに。まあ優しいでしょ。ほら当たる、当たるじゃん。当たるがいい。これも距離見てください。168とかで、やっぱりこっちの方がプロゴルファーの人が使うって言ったらそうではなく、 I230 のがプロの人が使う人が多いんですが、こちらは距離はやっぱ出るんです。縦距離の精度を求めるならさっきの I230、 それで優しく距離を出しながらっていう、で見た目もできる限り抑えたいって言ったら G430。 すごいね、全然違うね。ちょっとここにもう一回行ってみます。ナイスね。170いった。先生、今まで打ってた、あの某氏からもらったクラブと全然違いますね、やっぱり。ちょっとさ、試しにさ、ご自身の7番打たれてみますか。一番取っちゃったら面白いですね、これが。いいんです、いいんです。はい、だって飛ぶのがいいわけじゃないんで。はい、はい、はい。いや、もう目に見えてますから、重いんですよ。だから、ダブルのはもう目に見えてるんです。なんだろう、全然感触が違うわ。あ、これ良かったんじゃないですか。いや、でも曲がるでしょ。曲がりますね。はい、の割には距離出ないじゃないですか。さっきと同じような弾道やのに、さっきよりも曲がって、さっきより飛ばないんですよ。これがテクノロジーですね。まあ、だから、もらいもんはダメってことだよ。もらいもんはダメですよ。誰のですか。だから、それはもっと言うと、僕ももらったからね。もらったんかい。もらいもんももらいもん、またまたし。まあ、今ほど真剣にゴルフやってないからさ、はい、なるほどね。まあでもクラブちゃんとあったのをやると超面白くなるよ。俺ちょっとそれ打たせてもらった。 SLS300 だ。 S300 って超レアですよね。おすっげー、超すっごいいですね。さっきの I230 って言いましょうか。お願いします。すっげー、おー、すっご。じゃあ G430 って言いましょうか。おー、すっご。あ、すげー。じゃあ何回かこっち行く。200、マーさん、7番やんね、200飛ぶクラブだったらしいよ。この後、マナムさんに打っていただくマナムさんの理想、理想クラブ。やばいっすね、やっぱ。いや、めちゃくちゃいいな。うわー、マジか。私これ買ったんすよ。何年ぶりだろ、アイアン買ったの。先生が買ったやつなんです。神アイアンっす。いや、何の文句もございません。10年使える。ちょっと、マオさん、打ってみてよ。私の一押しの理想のアイアン。アイアンっす、これです。これブループリントっていうブループリントなんですが、今回ね、ブループリントって実はピンさんっていうのは優しさをメインで売りにされてるブランドなんですけど、前作のブループリントの時に優しさとかけ離れた操作性に全振りした超ピーキーなモデルを出したんですよ。もうスーパー超絶ドライビングテクニック持ってないと扱えないよねっていうやつを出してきたんですよ、前回。はい、これが今回新しくなってブループリント T とブループリント S の2種類が出たんですね。 T はツアーって言います。はい、それはやっぱり
ちゃんとマッスルバックで前作の優しさとはかけ離れた性能の中にそっと添えてくれたぐらいの感じの T が出ました。で、私もこれ今回購入したんですけど、ツアーの T。 S は何ですか？スコアですね。で、これがですね、ちょっと話長いですけどごめんなさいね。ピンティのね、 G シリーズ、 I シリーズ、 S シリーズっていうのがありまして、はい、この G シリーズが最も優しい、 I シリーズがまあ普通、 S シリーズが結構こうアスリート向けモデル。世界中のプロゴルファーが目標にしているスコアっていうのが54、18ホール全部バーディーだと18アンダーで54になるんです。で、その54を目指すための S だと思うんです、あれ。なるほど。多分ね、なんかいろいろ言われてるんです、私の中でですよ。だから59からスタートしたんですね。普通モデルって今これ430ですけど、この前425なんですよ、はい、その前410で、その前400なんですよ。だんだん増えていくもんなんですよ、はい。この S シリーズだけは減ってったんですよ。 S59、58、57、56で、私は56を10年使いました。もう過去最高のアイアンでした。その56の後に55が出て、ちょっと本当にごめんなさい、ピンの比重ってすごい怒られると思うんですけど、本音で言いますね、なんちゅうもん出してると。もう見た目に全振りした S の今まで受け継いできたものを全部取っ払って、なんか見た目に振ってきたやつを出して興ざめしたんですよ、私は。で、55買わなかったんですね。これは売れないだろうって私も思ったんです。55で打ち切られたんですもん。54が出ることはなかったんですよ。54の出さず終えちゃった。終えちゃった。その S シリーズいつ戻ってくるんだ、もう戻ってこないんだろうな。55なんて出したら悪いアイアンじゃないです。56は良すぎたんですよ、うん。ほんで私がすごいショック受けてた、なんか今回ブループリントが新しく出ると、あ、そうですかと、あの難しいやつね。 S、 まさかの本当の S55 はこれじゃないのっていう、私の中でね。で、これ作りがですね、これ見る限り分かんないんですけど、綺麗な状態じゃないですか。ここがね、ベコってへこんでんすよ、中。その中にエラストマーが突っ込まれてるんです。へー。ちょっと固めのステンレスが使われてるんですけど、硬すぎて弾いてパンって手先にこう硬いカチンって感じが残るじゃないですか。それエラストマーがこう中に入ってることによって、硬い衝撃をエラストマーがキュッと吸ってくれるんですよ。で、柔らかさを出してくれる。ただそれだけなんですよ、逆に言うと。それだけの機構なんです。ただ固めの素材でできてるからこそ、ここを極限まで薄くすることができたので、下に重りを全部持っていくことができたので、さらに遠側にタングステン入れることによって、捕まりもよく、球の拾いやすい、でも薄くて小さい柵からこう操作性のいい、プロが好む形に出来上がったんです、はあ。だから今まで構えた中で多分アイアン最も小さいと思います。そうですよね。そうです、最も小さいです。ただこの小ささの中にもうたくさん色のユーズが込められてて、もう乗り手がもう全部を決める難しいやん。そう、難しいんです。普通に考えて難しいんです。ただ使い手が全てを決めるアイアンってこの世にいっぱいあるんですけど、まず間違いなく私が見た限りは、使い手が運転して全部を決めるアイアンの中では世界で一番優しいと思います。なので私はアイアンを作ったんですが、自分で作ってるんですが、その最後にね、購入するアイアンとしてこれを、私はこれ選びました。選んだ、はい、先生が選んだアイアンですよ。でも福浦さんが作ったのこれを超えるっぽいよもうね、はっきり言うとこれ超えるのは無理ですね、この、 あのカテゴリーでいくとね。なんでちょっと違うカテゴライズで出します。あ、なるほど、はい、なるほど。私はもうキャビティでは戦わないです。もう絶対勝てないんで、これを起こすものを作れたら無理です。今の技術力では無理です。それぐらい私はこのアイアンを10年使うつもりで選びました。そんなすごい。私は、はい、前のアイアン11年使いましたんで、10年使えるアイアンはどれだってなった時に、飽きのこないデザインも含めて全てを加味した上で今回これにしました。で、ピンのアイアンさんっていうのは基本的にはここがベコンってへこんでるんですよ、はいはい。これへこんでるんです。出来上がった時、来角ロフトバラバラなんですよ、うん。なんでこれ固定して職人が一個一個カン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 ってゴムハンマーで叩いて調整するんです、うん。でピタッて完璧になったやつだけ出荷するんです。ダメっていいでしょ。いいんだけど、なんかね、若干トラウマがよぎるこの顔つきなんで。いや、上手い人みんなこの顔いいっていう、はい。でもこれだから結構昔で言う難しいヘッドの顔してます。そうですね、比べたい。はい、どうぞ。多分ね、I230 とね、そんなに遜色ないんですよね。そうですね、そこまで差はないです。G430 だけが異常に優しそうな顔をしてるんです。今のスリクソンさんとかはうまいことできてて、ここはやっぱ分厚いんですね。今の時代はトップブレード分厚いのがやっぱ優しさになるんです。でもこれでもね、
マッスルバックパックに比べたら全然分厚いです。まず間違いなく私が選ぶんだからブループリントの T 回数だったらまあ T でしょうってほぼ全員が思ってました。 T の方がもっとちっちゃいし、もっとマッスルバックだし、今私が使ってるのも全部マッスルバックですし、なのに今回 S を買ったっていうのは私も最後のキャビティから現時点最適解です。この2つが、はい、これは理想です。ぜひ理想を理想を打ってみようよ。意外とそんなむちゃくちゃ難しくはないんですよ。言ってるところは大体一緒です。そうなんですよ。で、アイアンを選ぶときに一番大事な選び方っていうのは、これ見てもらったら分かるんですけど、この青い円ちょっとでかすぎたらいいな。ああ、はいはい。これ分かるんですよ。オレンジかな。これ今使います。もちろん球数が少ないっていうのはありますけど、すごい。圧倒的なんですよ。正直、一応持ってきたんですけど、圧倒的すぎるんです。この硬い素材を、この形で造形する技術ってまあなかなかやっぱりピンさんだからできる。いち早くねステンレスをねアイアンにね取り入れてねうまく使われてるブランドさんではあるので、私は基本的に自分の YouTube でピンのクラブが超おすすめなんて勧めることは 99% ないんです。優しくて曲がらないんだけど飛ばねえしか言ってないんで、これに関してはすごいですね。他のメーカーさんとはちょっと争いにもならない。それは曲がらないし飛ぶし、曲がらない曲げれる、飛ぶ飛ばないでいうと縦距離がとにかく安定する、なのに異常に飛ばないわけじゃない。マッスルバックよりも全然飛ぶ、球が上がりやすいので割としっかりめのシャフトを入れるってことです。ロースピンモデルのシャフトを入れるともうめちゃくちゃいい感じなんですよね。チーテーパーとかプロジェクト X とかまあいろいろあるんですけど、でマナブさんの場合は私はまずモーダスを入れてもらって、はい、ミート率が上がってきてそこそこ距離が出てきた時にシャフトを入れ替えるっていうカスタム、ドアこのままシャフトでねだんだん高さを抑えていく、まずはこの状態で高い球を打てるのを練習してもらって、それを今度はシャフトで高さを抑えてもらって安定性を上げていくっていうのが一応まあ完成形かなと思います。ただロマンでね打ってて気持ちよかった最高の一発を追い求めて G430 を選ぶもよし、とりあえず超無難な I230 を選んでもよし、これはどっちでもいいです。ただ私はさっきも言いましたけど5年使える5年は愛せるアイアンクラブっていうのは絶対選んでもらえるようにしてもらうんですね。これは5年絶対使えます、はい、間違いなく10年使えます。すごいね、それね。自信があります。自信があります。もうだって買いましたもん。イエス。実はピンっていうのは他のメーカーさんと違って、はい、他のメーカーさんは決まった来角のものしか購入できないです。基本的には。はい、でピンさんっていうのは実は。来角を変えられるんですか。カスタムして購入できるんですね。これでもこの位置ってことですか。今今回はねブラックで合わせてます。うう基本的には、まあ、身長と地面からの手首までの手の長さとでそれで測って、まあ、その人に合った一番合ったカラーコードっていうのを算出するんですけど、うん、実は私ピンのフィッターの資格持ってまして、うん、ちゃんと症状も症状とかもあります。ただマナブさんの場合は基本的には手元を下げまくるのでアドレスで、うん、身長に対して結構手が長いので来角的には多分レッドもしくはオレンジに近くなってくるかな。要はフラットなモデルにちょっとなっちゃうと思うんですね、うん、そうなってくると球の捕まりが悪くなってしまうのであえてブラックでいいかなと思います、うん、なるほど。一番オーソドックスなモデルなんですね、うん、ちなみに G430 を選んだ場合だけ来角の色を変えます、はい、I230 とブループリントだった場合はブラックでいきます。 G430 の場合だけやっぱちょっと左がやっぱ強かったですよね。これはちょっとねレッドのカスタムをしてちょっとフラットにすることによって、はい、ちょっと捕まりを抑えるっていう選び方になると思います。ただその時にフラットにするとロフトがやっぱ開いちゃって距離が落ちてしまうのでロフトを一度だけ立てる設定でいくか、うん、まあちょっとなんかいろいろいじらないといけないですね。うん、なるほど。さあどうしましょう。あ、もういいですか。どうぞ。はい、これにしましょう。あなるほど、こちらになりました。あ、じゃあお揃いですね、はい、お揃いです。ハードルを上げたというね、自分でね先生と同じようにして。ありがとうございます。ありがとうございます。全部1回最初に何回かずつ打って、はい、最後に打ったんですけど、はい、まあ範囲がやっぱり狭かったのが す,、ね、すごい説得力がありましたので、はい、そこはやっぱり僕には必要かなと。おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。質問、大丈夫です、はい、アイアンって今何番まで揃えたら今日真央さんに何番まで揃えさせるのかも見たいけど、はいはい、大概、はい、今選ぶと7番ぐらいで終わる時もあるでしょ。はい、そうですね。これはね、正直に言うと、そろそろアイアンで尺取りすぎたんで、サクッとね、ユーティリティフェアベルト編を次回はい、やっていただきたいと思いますので、これに関しては、はい、悩んでもらうわけでも何でもないの、こんな感じですよってふわっと見せるだけなので、一応こんな感じで長くなってしまいましたが、チャンネル登録の方とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。各種 SNS 概要欄の方からチェックお願いします。長いことすいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。かっこいい。それ絶対入れなきゃいけないですね。言ってる。日本の職人によって作られた新たなアプローチ練習クラブ、ザ・ウェッジ。特徴は何といってもこの小さいヘッド。今までパターではあったヘッドの小さい練習クラブ、なぜウェッジでなかったのか。それはその重量、ヘッドを小さくした分軽くなってしまう。職人は悩みに悩み、たどり着いた答えは、シャフトを柔らかくすること。シャフトを柔らかくすることで、ヘッドが軽くても同様のスイングバランスを実現。シャフトが柔らかいので、通常よりフェースコントロールが極めて難しく。この小さいヘッドと柔らかシャフトでアプローチ、得意になりませんか？来い。ザ・ウェッジ。あなたを次のレベルにお連れします。